カテイマムリロは、ナミビア北東端のカプリビ海楼に位置する町で、ザンベジ州の州都。カテイマムリロ地方部とカテイマムリロ都市部の二つの、選挙区からなる。略してカテイマとだけ呼ばれることもある。人口は2001年で22,134人だが、2010年には28,100人まで、増加していると推定される。ザンベジ菓の国道 B8 号沿いにあり、 熱帯の鳥類や猿の住む青々とした植生が広がる。年間降水量は平均654ミ、mm、リメートル。最も近いナミビア領の町は500キロメートル離れたルンドゥである。およそ40キロメートル東のブカロ村でボツワナへの道トンゴへの道が分岐する。1935年1月28日、カプリビ回廊の行政の中心がシュックマンスブルフから、 カティマムリロに移された。この日がカティマムリロの設置日とされる。現在の南西アフリカ人民気候地域支部近くのバオバブの巨木の下に地域事務所が建てられた。これは手付け数の森林が広がっていた当時のカティマムリロにおいて唯一のレンガモルタル作りの建物であった。この木はくり抜いて便所にされたため現在はトイレの木として知られている。当時、 カティマムリロの人口は非常にまばらであった。セブンスデーアドベンチスト教会の運営する不協学校があり、小さな集落がソリの輪だちでのみ連絡していた。何かしらの道路やインフラがなければ、ここからカプリビ回廊を統治することは難しかった。そのため、南アフリカ成長は地域事務所の再移転を決定し、1939年にプレトリアへ移された。 第二次世界大戦が勃発すると主要な交通路、特にビクトリアの滝の鉄橋に近いカティマムリロの位置は戦略的に重要となった。すべての兵団、人員、物資が流入されなければならなかった。1940年に現れた街で初めての自動車は滑走路の管理者が所有していた。1940年、ウィリアムビル・フィノーティがカティマムリロで 初めて店を開いた。この店の周囲の集落は後に彼にちなんだ名前となった。1950年代にはザンベジ川の交通が確立され、鉄道が通じるリビングストンまで行けるようになった。ムパチャ飛行場は1965年に6500万ランドという拒否を投じて造成された。警察署は1961年にできた。 ムウェーゼ黒人居住区の建設が始まった1965年、カティモムリロは隔離都市に指定された。マフロの非公式入植地には、カプリビアフリカ国民連合のメンバーが泊まり、政治活動を指揮したため、南アフリカ成長は不満であった。ムウェーゼ居住区は、地元の労働者とその家族にのみ地区内への居住を認めることで、黒人に対する。 ある程度の監督を可能とするために設置された。同時に、カティマムリロの中心部はカティマムリロプロパー居住区とされ、白人のみに居住が制限された。ムウェーゼを建設した南ローデシアのソウルズベリのルイス建設の契約社員がやえした場所は、これにちなみルイス非公式入植地と名付けられた。当時、町には575人しか住んでいなかったが、 1978年までに5000人を超えた。1971年、カティマムリロ一帯の地域は南アフリカ国境戦争に巻き込まれた。第二次大戦中のように戦略的な位置にあるこの地域は、この時はザンビアやアンゴラに軍隊を輸送する上で重要であった。1990年代に入るとカプリビ海楼の分離を目指す。 反政府勢力のカプリビ解放軍とナミビア政府との間の武力衝突であるカプリビ紛争の中心地となった。1999年8月2日には CLA が攻勢を仕掛け国営ラジオ局を占拠し警察署やワネラ国境駐屯地陸軍基地を攻撃した。州内に非常事態宣言が出され CLA の支持者と疑われた人々が逮捕された。 温帯カウ機構に属している。旧黒人居住区のウェーゼとアパルト兵時に白人のみの地区だったカティマムリロ、プロパーが最も古い地区である。バタフライ、カウボーイ、ちょっと、マホホマは非公式な入植地として登録されている。さらに南部ウェザ、ソエト、ニュールック、マブルマ、リャンバイ、ベビ、グリーンウェルマトンゴ、マカラバン東、マカラバン西、ネイノ、 各地区がある。マスビア族とマフウエ族が住んでいる。カテ今の町省は向き合う二頭の像が描かれている。点で、ザンベジ州のそれと非常によく似ているが、これは二つの民族の友和と平和的共存を表している。兵として設置され、長年そうして歩んできたカテマムリロは、今も軍事的役割を負っている。町の中心部には、 南アフリカ国防軍の軍事基地が置かれ、ほとんどすべての家が防空壕を備えていた。インフラの雇用の点では、軍の存在から利益をこむることもあり、いまだに町の周囲には多くの基地がある。ザンベジ川にかかり、ザンビアのカッパーベルトとナミビアのオルビスベートを結ぶカティマムリロ橋が2004年に開通してから、カティマムリロは大型の投資を引き付け急成長を遂げている。 この発展はしかし、闇取引の温床ともなり、また、社会の安定を危険にさらすほどの大きさのスラム街の確立に借り立てている。街は輸出加工区とナミビア最大の自由市場を売り物にしている。主要な国際電力網のカプリビリンク、インターコネクターが開通してから、電力供給は改善された。現在、ザンベジガシ観光計画が進んでいる。 カプリビの地方市であるザ・カプリビビジョンはこの町で観光されている。1999年10月2日の調整施行以来、カィモムリロは着実に発展しているが、ナミビアの他の町や都市には未だ追いついていない。いくつかの通りはタール舗装で街灯や下水道の整っていないところもある。信号は一箇所もない。便所がないため多くの住民は茂みで用を足し、 下痢などの疾病の発生が多い。この町は汚職や財政上の不始末、1998年にスワポが町議会の多数派を形成して、以来の議員間の内紛に影響されてきた。国有企業のナムウォーターによる水の供給は不安定である。カテイマムリロはカプリビ横断ハイウェイの終点で、これよりザンビアに入る。カプリビ横断ハイウェイは1999年に、 開通し、セシャケに通じる橋の完成で2004年に全通した。ナミビアの鉄道網は通じていない。2007年10月に、この町を経て、ナミビアとザンビアとを接続する鉄道の計画案が公表された。ナミビアのグルート本ォンテーンとカティマムリロを結び、それからザンビアのムロベージに至る路線である。南西およそ1 8トルにカティマムリロ空港があり、 首都ウィントフックから定期便が運行されている。カテイマムリロが正式に設置される以前から、不教団はこの地域で、すでに学校を運営していた。セブンスデーアドベンチスト教会が一つと、カプチンフランシスコ修道会の学校も一つあった。現在では、カティマ高校、カプリビ中学校、キジト中学校、ムグーエゼ中学校、マブルマ中学校、それに、 多くの小学校がある。また、ザンベジ職業センターと、ナミビア大学の教員養成キャンパスの2つの高等教育機関がある。ナミビア大学と統合する前、カプリビ教育大学には400人の学生と70人の職員がいた。町には、カプリビ芸術センターがあり、年に一度カプリビ文化祭が開かれる。ありがとうございます。